それでは会場からですね、今までの話で、ぜひ発言したいという方、質問も含めてどうぞ。それじゃあ結構たくさん手が挙がったんで、まあ、一番最初に手を挙げた方のところからまずね、はい。ですね、統一教会の人間なんですけど、実はこの手の関係の話のはだいぶ、勉強してます。で、リチャード・コジミスさんのおっしゃった、そういう内容は一切ないです。ないです、本当に。ただ、勝共議員とか、はい、そういう。はい、いいですか。ありますけど、中に入らないと全くわからないと思いますで、ロックフェアとかそういうのもあったことありますけど、別にそういうわけじゃないですから。下っ端に何がわかりますか。じゃあ、下っ端の信者なんかに分からせることをやったら暴虐なんかできるわけないじゃないですか。あなたは最高幹部ですか。あなたはどこから情報を取ってるんですか。ネット上にいくらでも転がってます。あなたは何を話してる人。だからそのネット上の情報っていうのが全く根拠のないところなんですよ。根拠のない話だからば、ちょっといいですか。ネットに載ってるのが全部真実ってわけじゃないですよ、はい、どうぞ。ごめん、私はね、ボンカーのアラグミン様に当てて、長年の地方銀行の取材やってて、そういう特許の人みんな会ってるんですよ。で、私はネットのこと信じないから独自で調べたんですよ。で、事実としてこれ反論できないのは FRB 米連銀行は民間銀行なんですよ。で、統一教会の話以外は私もそう思っています。ただ中にいてよく知ってるんで、そういうことを、そういう話じゃないです。中にいたら見えないものっていっぱいあるじゃないですか。でもネットで調べたんだったら、ご信憑性自体は、だから、次の質問、あなたがどう思うなら、あなたが自分でこういう会に出て、自分で人を説得しましょう、みんな集めて、まあ、じゃあ、とりあえず今回は終了、はい、終了。ご主人さんがさっき言ったけども、その、風あるという話が出たでしょ。